もう少し頑張ってくれんかの。広島やったらもう少しちゃんと買持ってたで。わし広島出てきて損したで。こんなんじゃわしも全然エキサイトせんけんの。ガラガラガラ、何してんの。あ、なんだよ急に入ってくんなよ。なんか文句あるのかよ、悪い。ヒロシ、もう、こんな本ばっかり読んで、死んだお父さんやお母さんが知ったら、なんていうか、またあの、コンポ川島の西見くんの影響受けたのね。あんな人と付き合わないって約束出ないの。バカ、バカ、バカ、バカ。ごめんよ、ごめんよ、姉ちゃん。もう、こんな本。言うと買わねえよ。あのコープ川島のミスミってやつとも付き合わねえからよ。なこれやめてくれよ姉ちゃん。ごめん、ごめんよ。いいわ、分かってくれたのね。じゃあ姉さん働き行ってくるわね。行ったぜ。そろカチャ抜き足差し足忍び足と。たまんねえでこれ、何度見てもすげえの。おおい、風や。お前、練習にも出らんで、何しようてや。どうかしたんか。ほっといてください、キャプテン。俺もサッカーやります。何？ところでね、うちのお母さんが言ってたけど、今ね、克也君のお父さん、長いこと入院してるんだって。それで克也君の家、かなり生活が苦しいんだって。そうだったの。カズヤ、お前本当にサッカーやめてしまうのか。え、どうなんだカズヤ。え、どうなんだよ。おい、なんとか言えよ。どうや、どう思ってるのカズヤ。カズヤ君を責めるのはやめてよ。カズヤ君のお母さんは病気なのよ。それで新聞配達して家計を助けてるのよ。そうだったのか。よし、